お出ましだぞ。おうおう、相変わらずすげえ仕掛けだな。今度は何？これは。あ、おばさん、来てたの？ひかりちゃん、こんな時間まで何してたの？映画の撮影とか、いろいろ。映画？はあ、あいつの影響か。困ったものね。映画なんて将来何の役にも立たないのに。将来？進学とか就職とかいろいろあるだろう。まあ今すぐ出てこないのはしょうがないけどね。あなた片親だし、私たちも心配なのよ。監督。なんだって？映画監督。冗談でしょ。まさか本気じゃないよな。ダメですか？いい？普通は勉強や部活に打ち込んでいい大学やいい就職先に行くの。そんな夢追い人みたいなこと言わないで。お父さんだって認めないでしょ。お父さんは光のやりたいことをやってみなさいって。あいつも仕事で忙しいからな、ちゃんと話し合う時間がないみたいだ。だから私たちが来たんでしょ。母親もいなくてただでさえいろいろ言われるのよ。だから私たちがこの子を普通にしてあげなくちゃ。そうだな。じゃあまずはそのガラクタから処分しないと。やめて。このカメラはお父さんの。逆らうのか。本当にどうしてあなたはそうなのよ。あなたは普通でいればいい。普通でさえいれば何の文句もないわ。みんなと同じことをしてればいいの。みんなと同じ。私は。どうしてあなたはそうなのよ。普通はそんなことをしない。普通と違う。あなたは異常。わからない、わからない。私は私なのに。どうしてお前はそうなんだ。あなたは普通じゃない。みんなと同じ。それが正しい。私には夢があるの。我慢しなさい。みんなと合わせるために。みんな普通で。みんな一緒。みんなって何？自分は何？自分なんていらないさ。自分なんて捨てなさい。でも私は。お前のために言ってるんだよ。心配しないでいいわ。私たちが普通を教えてあげる。こんなのってひどすぎる。コロマルさんもおかんむりのようです。光さんは光さんなのに、どうしてそれを否定されるのかと。あの光の風貌から考えるに、かなり最近の話のようだな。彼女はこんなひどい圧力を親族から受けていたのか。他の子と違う。私はおかしい。ダメな子。異常な子。そんなことない、クマ。クマだって普通とはちょっと違うけど、みんなクマのこと仲間って受け入れてくれてる、クマ。だけど私はみんなに迷惑をかけるエラー。違う。個性はエラーなんかじゃない。みんな私がおかしいって言う。個性なんてただの言い訳だって。夢だって中途半端なまま。エラーだって正せない。本当は私、
慢なんてしたくないのに。そう、私ずっと悩んでた。普通ってどういうこと？私って何なの？自分の存在が何なのか分からなくなって。自分を見失っちゃダメ！自分だけ違うって不安、私今ならよくわかる。正直に言うね、私ここに来てずっと怖かったよ。私だけがイレギュラーな存在で、私だけがみんなと違う、なんでだろうって考えてたら、自分の全てが作り物みたいに思えてきて。お前、でもみんなは受け入れてくれた、ありのままの私の存在を。それって私だけの話じゃないんだよ。ひかりちゃんのことだってそうでしょ。ひかりちゃんはひかりちゃん、私たちの大切な友達だから、ここまでみんな迎えに来たの。そうだぞひかり、早く全員で一緒に帰ろう。そうだ、私やりたいことがあった。それはお前のわがままだひかり、周りに迷惑をかけるんじゃない。そうよ、あなたは普通じゃないわ。そのままだと不幸なのよ。私の夢、一緒にいたい人。私は自分の思う私でいたい。誰かの基準を押し付けられて自分を捨てたくなんてない。まだ反抗するつもり？私たちが強制してあげるわ。あなたは異常なのよ。やめて。させるかっつうの。ああ、好きにはさせない。行こう。とりあえず今はシャドウを倒すぞ。サポートは任せろ。必ず殲滅させるであります。行くぞ。やるよ。戦闘継続中であります。大掃除。よし、チャンスだ。アリス、やるな、ジョーカー。ペルソナが成長したよ。おめでとう。頼りにしてるからね。新たな力だ。そうだな。ねえ。なあ、
違う。だって行くとしよう。光、出ておいで。光が欲しいと言ってたノート買ってきたよ。光、どうして出てこないんだい？どうして、どうして、どうして、どうして。これは